商材は何でしょうか。売りやすい商材、まあ、すぐに売れる売りやすい情報商材ということなんですけども、まあ、これはですね、あのジャンルによっていろいろありますし、もちろんさまざまなものが、売られてますので、ただあの ASP ですね、要はインフォトップとか情報商材系だとインフォトップ、物販系だとまあ A8 ネットっていうのが日本では一番メジャーなんですけども、当然ですね EPC とかですね、その見方の数字があるんですよね、売りやすいかどうかで、販売本数と、EPC を両方高いものを選ぶってことですね。で3ヶ月、直近1ヶ月とかだとデータがたまたま売れたってことがありますので、3ヶ月平均で見るっていうのが大事かなと思います。でなるべく長く売ってるものをやると、メルマガで、まあ、ステップメール化してですね、長期的に売っていくことができたりしますので、まあ、こういったものをおすすめです。まあ、もしあのおすすめの商材が分からなければ、僕の方に LINE で連絡いただければ、僕のネット一応経験値とですね、心からアドバイスさせていただきます。でうまい稼ぎ方を知りたいですと、メルマガで販売する場合、 LINE で売る場合、インスタで販売する場合、